皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、これ使ってました。ヤーマンさんのベータブライトドライヤーです。で、やっぱもう特徴的なのがこのもうノズル、このブラシのノズル、あとこうちょっと使ってみたところ、やっぱりその風力がすごい強いので、まあそれもちょっとどうなっていくかなっていう、まあ髪の毛ちょっとウィッグでちょっと試してみるんですけど、本当に潤いをかなりキープしてくれる、水分をしっかり保持してくれる、パサつきだったりとか、静電気を抑えてくれるっていう効果があるみたいなので、まあちょっとウィッグで、ちょっとパサついてるウィッグで今からこれをやってみますので、ドライヤー探している方、よかったらこの動画を見て参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。髪が今パサついてる状態ですね。こういう風にこの状態でまず水スプレーで濡らしていきます。ブラシでしっかりと溶かしていきます。この時毛先の方から順に根元の方に向かって溶かしていくと、引っかかりがなく溶かせます。ドライヤーを使っていきます。次にアタッチメントブラシですね、を先端の部分に装着します。次にローに設定してブライトモードをオンにすると、この鉄の部分ですね、銀色の部分にイオンが通電されてきます。ではやっていきます。はい、これが乾かし終わりました。左側、こちら側ですね、はブラシをちょっと通した感じなんですけど、かなりこう潤いというかしっとりまとまってて、パサつきがあまりない状態ですね。水分がちょっと残ってる感じに見える状態になってます。でもしっかりと乾いてて、でこちらはもう荒乾かし、ザザッと乾かしただけなんですけど、まあパサつきは少し残ってはいるんですけど、変にこう乾燥してる感じもなく、まとまりがあってちょっとパサつきが若干残ってる感じになってるかなと思います。感じで使ってみました。で、今回の特徴が、まあ、髪の毛の、まあ、言うたら乾かす時のドライヤーの温度って、だいたい従来って100度近くになるって言われてて、でも、これはどちらかといったら60度以下になってくれるって言われてて、まあ、そうなるとどうなるかって言ったら、まあ、100度以上だと、まあ、その温度が熱いので、まあ、髪の毛のタンパク質、まあ、成分タンパク質でできてるんですけど、それが変性して乾燥パサつきの原因になったりとかするんですけど、これはどちらかといったら60度以下になってくれるので、その乾燥パサつきの、ダメージがなくなってくれるっていう状態になってます。で、あとこっちのノズル、このノズルがどちらかといったら、まあ、すごい特徴なんですけど、ここの銀色になっている部分があって、それがここのブライトモード、まあ、さっきちょっと光らしたんですけど、これをオンにすることによってイオンがここの銀色のところに通電されます。で、その状態で頭皮だったり毛先にやってあげると、まず頭皮はまあちょっとこう
マッサージ効果、あと頭皮ちょっと活性化されて、あと毛先の部分に関しては、まあ、イオンでコーティングしてくれるので潤いだったりとか水分をキープしてくれるっていう状態になってます。なので、まあ、これからの季節こう湿気による広がりだったりとか、まあ、冬だったら乾燥によるパサつき、あと静電気とかもしっかりと抑えてくれるかなと思いますので、個人的には結構その美髪にするにあたってはかなり使えるドライヤーかなと思いますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。またリクエストだったりとかコメントもお待ちしております。この動画良かったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた、さよなら。Thank you.